こんにちは、リリーです。今日なんですけれども、こちらおまぼんさんから届いたお品物を開封していきます。さあ、開封です。もう本当にね、今回ばっかりは頑張るぞという気持ちでね、一生懸命やっていこうと思っていたんですが、ここね、一生懸命えいってやったら、なぜかちぎれたんですね。ちぎれるんだなって思って、絶望しましたね。まあでもね、気を取り直して一生懸命ビリッと開けていっていますが、本当にひどい。これもうね、なんか何回見てもなんでこんなことになるのか自分でもよくわからないんですがね、本当に、いやテープ貼ったら大丈夫じゃないのよ、いけましたみたいな雰囲気出してますけど何もいけてないですからね。まあもう開けばいいのかな。はい、開封できました。こちらがそのお品物です。あのね、丁寧なメッセージをつけてくださっていて、わあすごいありがたいなというふうに思っておりました。それでね、こちらなんか透明のビニールみたいなのがかかってたので、必死に剥いでメッセージを救出しようとしています。あ、大丈夫でしたね。で、今回のお品物なんですが、こちらね、実はシーリングスタンプのセットなんです。はい、こんな感じで、すごい盛りだくさんですよね。いっぱい入って嬉しいという拍手です。早速中身のご紹介なんですが、こちらは説明書、結構ね、しっかり書かれていました。でも早くやりたいから正直あんまり読んでないです。で、次ね、これ何かと思ったら立派な封筒でした。キラキラでね、すごい綺麗でゴージャスです。そしてこちらが金属製のコンロです。よくね、なんかロって書かれてるんですよ。はい、次、こちらね、透明のワックスですね。すごいなんかキラキラしてとっても綺麗です。それからこれはハンドルなんですよ。ここのネジネジのところにこのヘッドをつけて作っていくという感じです。で、ヘッドが2種類ついてまして、こちらの猫とあとアリスがね、ついてました。結構ね、細かい柄で素敵です。あ、そうそう、これね、くっつけるとこうだよっていう実演をしています。くるくるっと回すとね、結構ぴったりとはまりました。まあ、ぴったりはまらないと困るんですけど。で、これがスプーンです。このスプーンにローンを乗せて溶かしていくんですが、結構深さがあります。こちらキャンドルです。2つついていました。ただ鈴が出にくいということで、こちらソイキャンドルをね、100均で買ってきたのでこちらを使います。それからね、こちらはペンです。なんかシーリングスタンプが出来上がった後にこれで模様をなぞるとかっこいいそうです。こちらはマドラーです。こちらでワックスを混ぜていきます。ピンクが可愛いです。こちらは大理石のスタンプ台です。こちらの上でね、ワックスを固めていきます。すべすべです。最後にワックスです。これが 4×6、 24色ついていました。いっぱいあるからね、いろんな色の組み合わせを楽しめそうです。ということで、早速やっていこうという感じですね。このロに、なんかロって言っていいのかわかんないんですけど、キャンドルを入れて火をつけようとしてるんですけど、うまくつかなくて、しかも着火も硬いし、ほんとね、なかなかつかなくてね。あ、やっとつきましたが、ここまでに3、4回失敗してます。はい、ではこちらワックスを入れていこうと思います。あのね、ワックスね、3、4個って書い、あ、全自動で閉まってくるタイプの蓋です。これね、なんかワックスは3、4個ぐらい入れたらいいよって書いてあったから、とりあえずじゃあ4つ入れようかなっていうのでね、4つ選んでいっています。はい、じゃあこれでね、溶かしていこうと思います。それではね、溶け終わるまでに少し時間があるので、こちらのシーリングスタンプを始めたいと思ったきっかけについて話していきたいと思います。あの、3つあるんですけど、1つ目はなんかね、 YouTube のショートでめっちゃ流れてきて、あー綺麗だなって思ったからです。で、2つ目はやっぱりね、なんか今年は色彩感覚を磨きたいなと思って、で、シーリングスタンプだったらね、色の組み合わせとか学べるかなと思ってやってみたいと思いました。で、最後は単純にハンドメイドに興味があったということですね。こう、自分だけのものを作りたいという気持ちがね、あったので、やってみたいと思いました。さあさあさあ、そしてちょっと混ぜて、いよいよ初めてのシーリングスタンプ流していこうと思います。ただね、これね、なんかね、3、4個って書いてあったんですけど、どうやらね、少なかったみたいで、あ、なかなか流れてこないぞっていうのでね、ちょっと苦戦をしておりました。で、なんかちっちゃい気がするなーって思いながらもしたら、案の定ちっちゃくて失敗しました。まあ初めてだからね、仕方ないね。ということで気を取り直して、
やっぱりねちょっと少なかったんだなというので、今回はワックスを6個に増やして再チャレンジしてみたいと思います。まあ色の組み合わせ的にはねこんな感じで綺麗になるかなと思うので、さあやっていきます。これね失敗したやつなんですけど、なんかピロンって波平みたいになってます。まあただねシーリングワックスのいいところって、失敗してもねもう一回溶かせば大丈夫っていうのがあるのでね、これも一緒に溶かしていきたいと思います。さあ溶けたのでね少し混ぜて、若干画角外ですけどうまくいきますようにと思いながら流しています。さあ次はアリスのヘッドで試していきたいと思います。こちらはね色をもう何も考えずに思ったままに入れてますね。なんかこのヘッドを見てこういうイメージだなっていう色をどんどんと入れていっています。本当は多分ねあんまり色入れすぎない方が初心者の場合はいいのかもしれないんですけど、やっぱりね好きに楽しむっていうのも醍醐味かなと思うのでやっています。それではこちら外してみます。どうでしょうか。今回はね結構綺麗にできたかなと思います。このね猫ちゃんとかお花の柄もしっかり出てるし、まあそれなりに丸いしで裏も可愛いし、うん、いいんじゃないかなという気持ちです。失敗作と並べるとこんな感じよくわかりますね。さあここでね溶けるまでの間にヘッドをねしっかり変えておきましょう。ということで溶ける様子ご覧ください。溶けました。さあやっていきましょう。今回は画角もバッチリ。どうなるかな。おー、いろんな色が混ざってる。慎重ですね。よし頑張れ。まっすぐ上からゲット。どうだ。うん、なんか欠けてる。これ6個でやったはずなんですけどね、なんか若干足りなかったのかな。なんかポコって出てるし、これほんと謎なんですけど押したらポコって出ました。うん、ということでもう一回ですね。じゃあね今度ね7個でねやってみたいと思います。で色は相変わらず好きに選んでいくんですけど、なんかさっきね後から入れた色の方がよく表に出てたかなと思うので、赤色をね上の方に置いてみました。で待ってる間にさっきできたね猫ちゃんのやつ、この金色のペンでなぞってみたいと思います。私ね不器用なので心配だったんですけど、やってみるとねそんなに難しくなくて、結構ねスラスラなぞることができました。うん、よかったよかった。もっとなんか盛大にはみ出したりすると思ったんですけどね、楽しくなぞることができてよかったです。で出来上がったのがこんな感じ。一気にゴージャスになりますよね。柄もわかりやすくなっていい感じです。さあ溶けましたのでもう一回ね流してみたいと思います。さあどうかな。あ、さっきよりもね流れ出方がいいです。やっぱりね7個ぐらい入れるとしっかりね溶けるのでもりっとできそうかなと思います。はい、どうでしょうか。おお、なんか縁もねちゃんと盛り上がってるし、柄もバッチリ出てますね。でやっぱりね赤とか金色がよく出てくれてるので、あーよかったという気持ちですね。これは成功でいいと思います。でこちらもね色をつけていくんですが、結構周りにゴールドがあるのでアリスとウサギだけ塗りました。こんな感じね、やっぱりねこの主役の2人が浮き出てくれるとより完成したっていう感じがしてとってもいいと思います。ということで完成です。いやよかった。とりあえずね2個とも無事に成功できたというところで安心しております。もちろんね色の組み合わせや押し方などこれからももっともっと勉強することはあるかと思うんですが、初めてにしてはうん、いいんじゃないでしょうか。満足です。ということで今回は初めてのシーリングスタンプ体験していきました。失敗ももちろんしたんですけどね、でもすごく楽しくできましたし、これからねどんな色で作っていこうかなというのも楽しみです。であとねスプーンに鈴がつくかなと思ったんですけど、やっぱりねあのソイキャンドルのおかげなのか全然つかなくて、とても安心しました。よかったです。ということでこのシーリングスタンプの動画楽しかったよ、癒されたよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。